今回、ジョセフ・マーフィーにしましょうか。ジョセフ・マーフィー。僕、なんか聞いたことあるな。ジョセフ・マーフィーって何の人だっけなジョセフ・マーフィー、はい。マーフィーの法則か。なんか、マーフィーの法則みたいなのありましたね。マーフィー。奇跡を起こすみたいな。 小さいことでもあっても、たわいないことであっても、幸せを味わう癖をつけなさい。そうすれば、より大きな幸せを引きつけることができます。まあ、これはね、あの、まあ、セルフバックですね。そう。まあ、それが、その、結局、ね、久保さんの一つの歴史ですけど、セルフバックで1億みたいな。<laughs> まあ、厳密に言うとね、まあ、それを大きくしてったんだけども、最初は自己アフリートセミナーやってね、 小さい結果っすよね。てか、ま、ぶっちゃけ言うと、確定報酬じゃなくて未確定報酬ですね <laughs>。その小さい結果、未確定、もう結果、なんだけど未確定みたいなね。未確定という結果が出てるんですけど <laughs>。ま、それでね、もう始めてったっていうね。でもそれをもし、久保さんが、まあ、ここで、マーフィーはね、幸せを感じろっていうところがあったんだけど、久保さんはそれをね、 あの幸せというか、なんだろうな、大きく考えることができたんですよね、小さい結果を。これは一億いけんじゃないみたいなね。でも多くの人はね、そうはなんないですからね。僕もね、やっぱね、久保さんのあの話だったりとか、久保さんのこのやりとりでね、あのセルフバックをいまだにね、やるようになりましたからね。やっぱ大事だなっていう。 うん、だこの前もやりましたからね。この前もやって、先月か。先月、19000円か。ゲットしましたね。JCB の法人カードですね。はい、JCB の法人カード、19000円。結構高くないですか ?19000 円。<laughs> うん、ありがとうございますって感じなんだけど。そう。うん ジョセフ・マーフィーって結構有名なの、なんかいろいろと、いろん,んな法則みたいな本だな、これ確か。はい。いってらっしゃい。